最も知られていないなと思うのが、このゲームの主人公のウィリアムが、実在の人物をモチーフにしているということですね。ウィリアム・アダムスという実在の、イギリスから、16世紀末に日本にやってきてですね、実際に徳川家康に、侍として仕えたという人物を今回仁王デオ・ウィリアムというキャラクターに少しアレンジして登場させているという部分が、仁王デオは 3度の体験版を配信したんですが、その配信のたびにですね、たくさんのお客様から、意見いただくことができました。さらにですね、他社の、ゲーム制作のプロデューサーやディレクターの方からもですね、非常に多くの応援アドバイスいただけて、これは制作していくところで大きな励みになりました。SIE のブラッドボーンプロデューサーの山際さんからはですね、死にゲーを作った大先輩として、非常に貴重なアドバイスいただけました。死にゲーといってもですね、ただ難しくすればいいんじゃなくて、やはり親切さであったり理不尽にならないってことが大事であるとか、そういった部分をまあどうお客さんにこうお伝えしていくかっていうところで非常に有意義なご意見いただけて、感謝してますね。半蔵が懐から猫を取り出すシーンなんですけど、あれは猫時計の術っていう忍術の伝承だったりですね、戦国時代の武将が、時間を猫の目で確かめたっていう言い伝えから採用しました。あの猫の目なんですけど、まあ、明るさでこう瞳孔が開いたり閉じたりすると思うんですが、そのまあ開き方とか形で時間を、まあ調べられるっていうようなものですね。非常にチーム忍者らしい感じもありますし、ちゃんと、そういった事実伝承にのっとって作っているので、お気に入りのシーンになってます。日本に登場する妖怪のデザインに関しては、江戸時代の画家である鳥山石燕であったり、宇多川国吉の描いた絵から非常に大きな影響を受けてます。登場する関原で登場するガシャドクロという大きな、骸骨の妖怪がいるんですけど、それはあの国吉の非常に有名な絵のイメージから、アレンジをしたものになってます。そうですね、児玉の他にも、敵対する妖怪ではなくて、その場にいたりプレイヤーに協力してくれる妖怪の案はいくつかありました。例としてはアイテムを蔵から持ってきてくれたり、蔵に送ってくれるっていうあの箱に足が生えた飛脚妖怪のような妖怪だったり、あとはただすねにすり寄ってくるだけっていう可愛いすねこすりっていう妖怪のアイデアがあって、これはもう本当に出したかったんですけど、どうしても優先度の問題でカットになってしまいました。もし続編があるならすねこすりは特に出したいなと思ってます。そうですね、消費アイテム、今回戦国時代の日本が舞台ということで、おにぎりや団子、お団子の採用を考えてました。おにぎりは中身がわからないので、食べてみないとどういった効果かわからないというような仕様をですね、真面目に検討してました。で、今回主人公がウィリアムという異国から来た主人公なので、おにぎりの例えば味噌とか梅干しとか、日本人には食べ慣れてるけど異国から来た人には食べ慣れてないというものはですね、最初はショックを受けてダメージを受けたりとか、そういうことも考えたんですけど、慣れてくるとやみつきになって美味しく食べて効果がすごく大きくなるみたいなものを考えてました。ただですね、結局ショートカットに入れられる限界があったので、これら複数のおにぎりとか、お団子とか入れてしまうとそこを圧迫してしまうよねっていう理由で、結果的にはミディ層になってしまいました。仁王ではですね、プレイヤーが死んだところに刀塚ができるんですけど、オンライン上の他のプレイヤーの刀塚も血の刀塚っていう、赤い刀塚が、ロゴの後ろにもあるようなやつですけど、あれができるっていうゲームになっています。ただですね、オンライン上のプレイヤーだけではなくて、開発チームの方で事前に配置している、血の刀塚もあって、ここにはですね、いろんな、ジム忍者のタイトルであったり、超えてくものタイトルであったりから取ったネタが入った、死亡したキャラクターの名前だったり、死因だったりっていうものが書いてあるので、ぜひそういったものを探しながらですね、仁王の DLC でですね、無間獄というものを追加
したんですけど、これはあのずっと深いところまでこう潜っていく、ずっと遊べるようなゲームデザインのシステムなんですが、その中でですね、時折基本的にランダムのステージ配置だったりするんですが、時折お宝部屋に行けることがあってですね、そこに行くと、まあ、お金もそうですし貴重なアイテムもそうなんですが、たくさんのものを得ることができるので、確率は低いんでなかなか見た方少ないかもしれないんですけど、何度もやってれば、ラッキーな方はそのお宝部屋に進めると思いますので、ぜひ繰り返し遊んでいただければなと思います。